はい、皆さん、こんにちは。こんばんは。美濃健二です。さあ、本日はこちら、ロッキャットコバアイモ。マウスね、紹介していきたいなと思います。さあ、早速、開けていきましょうかね。さあ、こちらが本体ですね。で、こっちがまた、クイックガイドかな。で、おそらく日本語対応でしょう。これはなんかステッカーとかはついてこないやつですね。日本語は、対応してるかな。そうだね。まあ別に特に 説明することはないですけども。で、こちらが、ロキャットコバアイモ。結構思ったよりも縦長ですね。で、やっぱりここも ロキャット製品は必ずマウスのソールにこういうのが、多分傷つけるのを防止に、ソールに傷がつくのを防止につけてるんだと思うんですけれども、あんまりないですよね、他のメーカーだと。とりあえず取っちゃいましょう。で、マウスのソールが5枚分ですね。1、2、3、4、5。これはゴミだな。ではちょっとね、見た目、観察していきましょうか。っていうか、ケーブルが、ああ、でもそうでもないか。柔らかいっていうわけではないな。で、まあ、ロッキャットおなじみの、この USB のとこに、製品名が書いてあるやつですね。今回は白を変えました、見た目。で、左右対称のボタンが20個あるタイプですね。結構多ボタンのやつです。1、2、3、4。これもボタンですね。5、6、7、8、9。こんな感じかな。20ってどういうふうに数えてるんだろう、よくわかんねえな。まあちょっとソフトで確認してみましょう。ボタンの配置的な、結構押しやすいですね。結構、そうだな、いろんな操作とかできるようなゲーム。まあ MMO とか、そういうものには結構適してるんじゃないかなと思いますね。あとまたこれ、表面が結構滑りにくいっていうか、感じだな。かなり滑りにくい素材ですね。ロキャットケインとか、コーンピアウルトラとはまたちょっと違う感じ。なるほどね。結構、そうだな。手の大きい人でも結構合うタイプかな。で、マウスの高さはそんなにないタイプですね。まあでも、あんまり手が大きくない人でも意外と使えるかもしれないですね。結構万人受けする形してます。で、多ボタン対応っていうのが、まあもしマウスにいっぱい割り当てたいっていう人がいれば、かなり向いてるかなと思います。ちょっと重さ測ってみましょうかね。111、ちょっと今、もうちょっとうまく。ケーブル含めないで 106g か。でも意外とそんなに、実測値よりはあんまりそんなに重たいっていう感じはしないですけどね。まあ、もちろん、コーンピアウルトラとか、軽量モデルのマウスに比べればね、当然重さはあるんですけれども。でも、それでも、そんなに重たいっていう感じはしないかな。結構見た目的には自分は好きですね、デザインは。白と黒のモデルあるんですけれども、今回は白のモデルにしましたね。結構黒、マウスは黒を買うことが多いけど、白もいいですね。
ボタン配置的にも、うん、この辺のクリックの横にあるボタンとかも結構普通に押しやすいですし、この辺もうまく活用できるようなボタン配置にすれば、うん、いいと思いますね。さすがにこっちのボタンはね、あんまり押しやすいっていうような感じはないですけど、まあ、どっちかっていうとこれ両利きタイプのマウスだから、左利きの人がこっちのボタン使うように設計はされてるはずなんでね、まあ他のメーカーの両利きマウスと同じような感じですね。こっちのやつは別に押しにくいってことはないですね。うん、感触的には結構いいですね。なかなかここまで多ボタン、まあもちろんありますけどね、ロジクールとかにも。でもなんかデザインはこっちの方がいい感じがするな。やっぱロキャットのね、まあマウス、キーボード、デザインかっこいいの多いですからね。いいですね。よし、ちょっとそれではね、またロキャットスワームでソフトの確認とレスポンスの確認をね、していこうかなと思います。はい、こちらロキャットスワーム。まあ、いつものやつですね。で、こちら縦スクロール、横チルト、ダブルクリック、DPI のスイッチ、まあ、DPI の設定ですね。で、Windows のポインター速度と。まあ、基本的にあとマウスの加速は切っておいた方がいいですね。で、こちらがボタンの割り当てになりますね。なるほどね、ボタン、ああ、なるほど。スクロールのアップダウンにも別のやつが割り当てできて、12個ですね。物理ボタンが10個。で、プラススクロール2つで12個に割り当てられて、で、プラス EG シフト分で全部で24個。まあ、EG シフトはあんまりそんな使う人はいないと思うんですけれどもね。で、これがデフォルトの状態なんですけれども、なぜかサイドのボタンに進むと、戻るのボタンが設定されてない。これどうなん？なんで？でさあ、普通にさ、ブラウザの進むとさ、戻るにしねえと、ダメだと思うんですよね、俺は。進む、戻る。6と7、ああ、こっちの右側のサイドのやつが、左シフトと左コントロールになってますね。まあ、これは、無効化するかなんか、6番に何か割り当てるぐらいがいいんじゃないですかね。とりあえず、無効にしておこうかな。で、スクロールアップダウンで DPI の切り替え。DPI の切り替えが、格闘割り当てて、で、ここの、クリックの左右に、ここにもあるんで、これがページアップとページダウンになってますね、デフォルトだと。まあ、これは自分が使いやすいように、何か割り当てるかなんかすればいいんじゃないですかね。とりあえずピン立てるやつでも割り当てる？いいんじゃねえか。あれか。まあ、この辺は好きなように何か割り当てればいいんじゃないですかね。まあ、こっちの右側のサイドボタンは、まあ、無効化するか、6番に何か割り当てて使えるようにするかっていう感じですかね。こっちが左利き用のやつみたいですね。ああ、そうだね。クリックがこれ逆になって。で、6番と7番が、ブラウザ進む、戻る。になってるね。基本的にこの左右が逆になる感じですね。なるほどね。
なんでデフォルトがブラウザの進む戻るじゃないかはよくわかんないけど。EC シフトはこっち側に持ってきた方がいいんじゃないかなと思いますね。で、これがポーリングレートの設定のやつですね。これリフトオフディスタンスの設定ができないようになってますね。ケインの120のアイモだと、リフトオフディスタンスの調整とか、うん、もできるようになってるんですけど、ちょっとこっちのやつだと、できないようになってますね。で、イルミネーションと。イルミネーションは、でもイルミネーションの種類も違うね。インテリジェントライティングシステムのみか。確か他にもあったよね。うん、ウェーブとかありますね、やっぱ。やっぱさすがに、ケイン 120IM の方が新しいから。ちょっとこっち、コパのやつはちょい古いんですよね。さすがに古い、ちょっと古いモデルになると、若干、使える機能が、うん、少ないという感じになってますね。まあ、これはしょうがないですね。まあ、あんまりリフトオフディスタンスの細かい調整も、そんなに気にしなくてもいいと思うんでね。デフォルトの状態でそのまま使えると思うんでね。これでいいと思います。まあ、この注意するのはボタンの割り当てですね。最初のデフォルトだとブラウザの進むと戻るがないんで、それは自分で設定する必要がありますね。で、右側のサイドボタンは、まあ、無効化するか、何か自分で割り当てたいものを割り当てるのがいいかなと思います。よし、それではね、レスポンスの確認のためのテロハント、ちょっとやっていきましょう。よし、ちょっとね、テロハントやっていきましょう。ちょっとね、使って思ったことはあるけどね、ちょっとね、これクリックがね、若干硬いかな。いつもアッシュ使ってるから、今回は IQ 使おうかな。クリックが若干硬いかなっていう気はする。ちょっと硬いな、クリック。なるほどね。まあでも問題なく使えるというか、形はいいですからね。タボタンタイプのマウスが好きな人というか、使いたい人はいいと思いますよ。リフトオフディスタンスの調整がちょっとできないっていうのはね、あれですけど、なんかめっちゃ足音聞こえるんだけど。なるほどね。うん、いいですね。普通に使いやすい部類ですね。
ちょっとクリックが硬いのはあれですけどね。うん。概ね良好だと思います。うん。万人受けするタイプのマウスですね。左右対称だし。はい。セロハンと終えましたけれども、うん。いいですね。良好です。普通に握りやすいし、センサーの性能もね、いいんでね。いいと思います。まあちょっとリフトオフディスタンスの細かい調整ができないっていうのはちょっとマイナス点かと思うけど、まあそんなに気にはならないかなと思います。そこまで微妙な調整する人あまりいないと思うんでね。まあ普通にこのクリックのところのボタンもね、普通に押しやすいですし、あとサイドボタンも押しやすい位置ですね。で、まあ一応こっちの左利き用の一応サイドボタンもね、設定はできるんで、まあ、こっち側の方だったらね、多分使えると思うんで、さすがにこっちの方は右利きで使うんだったらちょっとかなり使いにくいけど、ここまでぐらいだったらね、使えるんでね、もしね、こういう多ボタンタイプがいいっていう方がいればね、これ本当おすすめですね。うん。でもなく、使いやすいと思います。まあ、形としてはそうだな、レーザーのランスヘッドとか、この辺とちょっと似てますかね。ランスヘッドよりもちょっと高さはあるかなっていう気がするけど、まあでもそんなに変わらないかと思います。ランスヘッドも両利きで、両方にサイドボタンついてるタイプなんでね。もしそういう、まあランスヘッドとかを使ってる方だったら、特に違和感なく使えるかなと思います。まあちょっと若干、クリックが硬いかなっていう気もするけど、うん。まあそれも慣れかもしれないんでね。この辺かな、ちょっとした欠点といえば。まあ、あとはなぜかロキャットスワームのデフォルトの設定が、このサイドボタンが進むと戻るじゃないってことかな。なんでデフォルトのが変な風になってたの？イージーシフトとかになってた。むしろイージーシフトこっち側でいいんじゃねっていう。まあ、もしくはこっちの方を向こうに設定して誤爆防止にするとか、するといいかなと思います。それではね、今回ここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、Twitter のフォロー、高評価などによろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。